はい、玉川習字教室の玉川雄豪です。はい、今日はですね、日本習字小学1年生のですね、1月検定課題、こちら OK ですね。この文字を書いて説明をしていきます。はい、この字を書くときにですね、注意する点がいくつかあります。はい、一つはですね、ここ右上がり、はい、右上がりに書いていくということです。で、二つ目はここの広さをですね、十分に広くしてですね、気をつけて書いていくということ。はい、で、三つ目は方向に気をつける、払う方向に気をつけるということです。O はこう上に行って、この点を書くのにこういう動きをしていきます。K はまっすぐ下に行ってから真ん中に向かってこう払っていくと。こういう動きをします。はい、それではですね、こちらいつも話をしますけれども、この裏のですね、赤手本の書き方をですね、最初によく読んでからですね、書いていってもらいたいというふうに思います。はい、まず「お」ですね。はい、右上がりに行きます。で、2画目、はい、まっすぐ行くんですけれども、ちょっと左にこう倒れているような感じの筆の動かし方です。はい、ここで一旦止めて軽く筆を返すような形ですね。で、ここから右上がりに行って、こう丸くしていきます。はい、大きく丸くしていきましょう。ここに広さを作っていきましょう。そして点ですね。はい、 K です。 K、 1画目、はい、まずはここ丸みをつけていきます。こう丸くしていきますね。まっすぐ下ではなくて丸くしていきます。はい、ここ跳ねていきます。跳ねたらすぐここ右上がりです。はい、3画目、はい、縦にまっすぐ、はい、この横の線のところに来たらですね、左に伸び伸びと払って、中心に向かって払っていきます。はい、このようにして書いていきますので、では早速ですね、書いていきたいというふうに思います。はい、まず「お」です。右上がりです。はい、右上がり、あまり長くしません。ここで止めましょう。はい、2画目、縦まっすぐ、ちょっと左に倒れるような感じですね。はい、ここで止めて、こう軽く返して、で、ここから右上がりでこうです。はい、こうだんだん太くして、こう、はい、そして最後点ですね。はい、しっかりと点を書きましょう。次、毛ですね。はい、丸みをつけていきます。押さえてからこう、そしてすぐに右上がりです。はい、三角目は縦にまっすぐ、で、ここから真ん中に寄せてこう払っていきます。はい、このようにして書いていきます。はい、それでは説明をしていきます。はい、まず「お」ですね。はい、右上がりに筆を動かしていきます。この中心の線を過ぎたところでですね、止めましょう。はい、2画目は縦にまっすぐ長くです。はい、ちょっと左にこう寄せていきます。はい、ここで止めたらば軽く返して左上に行きますね。はい、ここで今度方向を変えて、向きを変えて右上にこう行きます。で、ここで大きく丸く作っていきます。で、上にこういくような感じで払っていきましょう。で、3画目点です。はい、け、1
画目こう丸く丸みをつけていきます。はい、ここで止めたらこうですね。はい、ここは右上がり、そしてはい押さえてまっすぐ、ここまでまっすぐ来たらばこの横の線のところですね、だんだん左に行って払っていきます。はい、筆のですね動かす向きですね、でここの広さをですね注意して書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。